大きな拍手でお迎えくださいよろしくお願いいたしますまずは一言ずつご挨拶をいただきたいと思います映画を撮り始めて20年ちょっと経つんですけど、えー、まあ海外の映画祭でベルリンとかプサンとかロッテルダムとかではまあシネコン的なところで上映したことあるんですけど国内では シネコンで上映するってこれ初めてであのシネコンは僕にとって見るところで映画を映画を見せるところじゃなかったんですよねこれまではずっとちっちゃな劇場ばかりでだから非常に、えー、居心地悪いですなんでここに自分がいるんだかよく分かんなくて、えー、何か間違えてるんじゃないかって気がしてしょうがないんですけどでもとりあえず本当にあの正真正銘今日ワールドプレミアムですねあのどうもありがとうございました。 ありがとうございました。続いて川村さんお願いいたします。あの、ありがとうございます。えー、この映画は、あの。も、も,もともと、あの、私新聞、ドラマである新聞記者フィクションですけれども。これを、あの、プロデュースして、同時にですね。まあ、森さんにと、あの。同じタイトルでですね。同時に。 公開するというのは世界で初めてだなという話からですねあのドラマを作るまあ同時公開はできませんでしたけども、えー、このようにですねあの完成いたしましたあのまあ,あの皆さんあの後からいろいろな感想をお聞きしたいんですけどもぜひともあのこの映画を広く展開する予定でございますあのドキュメンタリーとしては異例のですねあの 約55巻で全国で公開する予定でございます。これはあの今までのドキュメンタリーであんまりなかった例なんですけども、あのぜひとも多くの人にこの映画のについてですね、あの広めていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。 森監督あの今の同時に公開というかあの同時期に公開したいんだというその企画のお話をいただいた時っていうのはどんなお気持ちだったんでしょうかあのこのドキュメンタリーの前にドラマ版が公開されましてだからまあそもそもはその監督をやるはずだったんですねでもその時にまあ今河村さんも言いましたけどあのドラマとドキュメンタリー両方を できないかと、これはすごいぞって、じゃできませんって、その時はもう、そん、そんな無理です。あの、ドラマだけにしましょうって言ってたんですけど、まあ、ちょっといろいろあって、ドラマの方は降板したので。じゃあ、まあ、ドキュメンタリーできるかなっていう感じで。始めたっていう、あれ、僕、何答えてんだっけ、何質問されましたか。かう<あ>、それいいです,、ね、ああってます。はい、大丈夫です。はい、はい、わかりました。あの。 お時間短いので、早速皆さんからのあの質問を受け付けていきたいと思います。はい。よろしくお願いいたします。はい、えー、すごい面白かったです。これを見て思ったことは。日本で、ええー。半沢直樹とか、えー。下町ロケットとか、そういう。完全掌握的な。 潤作品の,その完全調悪的な作品が受けるんですがいざそういうこの現実で望月さんだったり伊藤栞里さんが、えー、このような行動をとっていることに対して嘲笑したり揶揄する人たちが多いと思うんですこう来てる方はいますけどその現状どう思いますか えとつまり完全懲悪という意識で望、えー、月さんとか伊藤栞里さんとか籠池さんとかを攻撃する人が多いってことですか、うん、ですよね。はい、あのうんあのじゃあ,、まあ僕の意見だからこれは非常に概念的な話になるから僕のまあ個人的な意見ですけど僕ねあんまり分けるの好きじゃないんですだからそれこそまあ完全懲悪っていうのはこっちは正義こっちは悪みたいなね。 まあ、映画って割とそういうところで成り立ってる部分ですけど、えー、でも現実はそうじゃない、あのーまあ、黒とか白とか右とか左とかも全部そうですねそんな簡単に分けれるもんじゃないでも割と最近特にメディアが発達すればするほどこれを二分化しようとするでその結果として、えー、それぞれが互いに批判し合ったり攻撃し合ったりみたいなねなんかそういう傾向がとても今強くなってるんで。 嫌だなとそれはねだからそれはまあそれに対してのあらがいじゃないけど非常にこう居心地が悪い思いをしているので僕自身はだからまあその辺の僕の気分がもしかしたら映画の中に出てきているかもしれないです。さん何かありますそうですねあの、えー、誰に向かって攻撃するしてる映画かということではないと思うんですね。愛 新聞記者ドキュメンタリーというその「愛」というのが最後は監督があのナチスのフランスのにですねパリにナチスのまあ応あ援した人たちを1万人フランス人が殺したということについてですねあの最後書いてるんですがあれは本当にこの映画の本質的なもので結局 鑑定あるいはマスコミえー、そこに、えー、の問題ではなくてそれももちろん問題だけども私たちが問題なんじゃないかっていうことをこの映画は訴えようとしてるということですよね。はい、はいあのえー、つまりし、えー、しかも相手にしているですね。 えー、我々も含めて、えー、官邸マスコミはあのまあヌエみたいに私は今そこにそのどこに責任があってどこにそのつまりそこに意思があるのかなというつまり同調圧力とか最も怖いのは同調圧力とか忖度とかいうことによってこの世の中が動いてるということですね。つまりあの相手が敵 敵の相手がが実態がない幻想であったりするもしかしたら安倍さんがそうかもしれないつまりそういう同調圧力やり忖度というものが蔓延してくるとどういう事態が起きるのかというでそういう事態が起き,てる起,き起きるということはそもそも私たちに問題があるんじゃないかということではないかと思います。 ありがとうございます。今あのタイトルの愛のお話出ましたけれども、このタイトルはもうあの企画が始まった時からもう決まっていたんでしょうか。それともあのドキュメンタリーを制作して受けで行き受けであの決まっていたものなんでしょうか。愛の意味わかりましたま。はい、最後のラブです。<laughs> まあそれ冗談ですけど、えっ、ー、とどうなんでしょうね。まあ要するに僕これまで 映画のタイト「AA2311 フェイク」って誰かに言われたんだけど「お前のタイトル映画のタイトルってアルファベットと数字しかないね」って言われて言われたらそうだなと思ってまあだからそういう意味では今回もね最初は「ソコが来た」みたいなタイトルにしようかなと思ってたんですけどなんかいきなりそういうタイトルも気恥ずかしいしじゃあまあやっぱりこれまで通りりんかアルファベットにしようかとでまあ磯子さんだから「I ですねアルファベットはね。 えー、その辺りから始まったような気がするけどどうなんだろういつの間にかそれがまあ確かに「アイアム」の「愛とか「アイデンティティ」とかねそちらにうん最初から意識があったのかなかったのかちょっとねもう記憶ないです1年近く前なんで。村さん覚えていらっしゃいますかいやあのさんが反対したもんです <laughs> いや反対したというかなかなかそれをえ伝えるのは というふうふに思ったんですけども、まあまあ、結局最,終最後のこの映画をあの私もどういうふうにするか全部お任せしてな何しろ意見は多少言いますけどあの本当はドキュメンタリーじゃなくてドラマについては本当に脚本の最初から最後まで全部名刀してそこに。 介入してです、ね、いろいろとあのやるんですけどもこの映画については全部森さんにお任せしてそして最後完成して、まあ、ちょっと多少あのこういうふうにしてほしいというのはありましたけどもあの完成したところで最後を見たときにこの「愛」という意味が私は分かったということです。はい、ありりががとうございいまます続いて質問あ手上がりましたね ありがとうございいままししした。たた。面白く拝見いたしました、えー、と森さんの今までの作品を見ていて今回の作品ですごく印象的だったのがアニメーションが出てきたところなんですけれども今回の作品で何かこう挑戦したものとか意識されたものとかっていうのはありますか そもそも僕別にドキュメンタリーだけを限定して撮ってるわけじゃなくてあのまあ最初ドラマなんですよでもたまたまドキュメンタリーが続いてしまってますけどいつでもドラマ撮りたいと思ってますまあ実際今回もねドラマで話が始まったしえつまりでドキュメンタリー日本のドキュメンタリー映画っていうと割とまあいわゆるダイレクトシネマって言い方しますけどねあの音楽使わないナレーション使わないテロップ最小限にする淡々と撮るみたいなね えーまあ、でもテレビでやってましたから全然違うテレビやドキュメンタリーの作り方しますよねだからそれはもうケースバイケースでいいんじゃないかと思っててこだわってるわけじゃないんでだからあの、まあ、今回は、えーまあ、こういうテーマでもあるし同時にまあずっと同じ何本かやっぱりいわゆるダイレクトシネマ的なものをやったんでじゃあ今回違うことをやろうかなっていうそんなにあの緻密な戦略とかそういうんじゃなくて割と軽い気持ちでやってます。よろしいいですかはい 結構アニメーションはね、えー、かなり周りから反対されましたけどあのやりたかったんでありました川村さん反対されたんですかいや全然それは反対してますもうちょっとあの現場のスタッフからは反対されるお金がかかるのはやめてわ <laughs> 分かりました続いてまいりましょう質問のある方手を挙げていただけますでしょうか はい、当てていいただきありがとうございます、えっと、私ちょっと映画ブログを運営しているものなんですけども今年望月さんの原作の新聞記者が公開されたと思いますけどもその感想が入った時に非常に、まあ、右寄りの人からも左寄りの人からもちょっと荒れて えしまっていつもの普通の映画としての感想を上げたはずなのにちょっとこう揉めてしまったというところがあってえまあ非常にこの映画の描くことの怖さっていうものを体感したんですけどもそこでえっとここは質問なんですけどもその新聞記者の方の監督を務めた藤井監督がえちょうど望月さんと菅官房長官のやり取りをプロレス的っていうふうなあ。 インタビューで答えられてました。で、私も現あの仕事で、えー、まあ十代二十代の若者と接することはありますけれども、政治の話は一切出てこないどころか、えー、選挙に行くのは珍しいというか、もうそういう人の方があ頭、まあ、おかしいんじゃないのって言ったらあれですけど、もう政治何期待してるのみたいな雰囲気ってあると思うんですよ。で、それを作っているのがあまあ望月さんと菅官房長官のやり取りももしかしたらそれ 風潮を作ってしまっているかもしれないというところもあると思うんですけどもプロセス的ということで、えー、そのこのやりとりの果てにはこの若者たちはついてくると思いますか？えっとお二方への質問ですか？そうですねじゃ森監督から監督はいプロレスは好きですか？ あプロレスは好きですプロレスって、まあ、僕も好きなんですけど要するに相手の技も受けなければいけない同時に自分のいいところも引き出す相手のいいところも引き出すっていうのがプロレスなんで、えー、藤井さんに悪いこと全然あれプロレスじゃないと思いますね。まあ、シ,ュシュートに近いいと思いますで質問の趣旨は要するに望月さんたちのあ、まあしたような振る舞いが政治離れ一般の人々を招いてるんではないかってことですか 違ううと思うあの別に望月さんは関係ないしそもそももっともっと、まあ、彼女が登場する前からこの国の政治離れ、えー、社会に対しての無関心無関心ってものが広がってますし続いてますしうーんむしろまあ逆に彼女の存在で何か面白い人がいる、まあ、逆にだからもし仮にプロレス的であれば、えー、じゃあプロレス好きだから見てみようみたいなあ政治ってこうなってるのかみたいなねそういう人が出てくるかもしれないしうんまあ 仮にマイナスがあってもプラスも十分にあるし、僕はプラスの方が大きいと思いますけど。今回これこれもブログに書く書く予定ですか。書かせていただきたいと思います。もうきっと荒れますよ。ま、はい、あそうでしょう。全開状態で荒れると思うので。自分は今年の政治映画いっぱい出ましたけど、今年一番だと思いますあ,ありがとうございます。あの荒れってなんぼだと思うのでどんどん荒らしてください。はいありがとうございます。あの新聞があの売れなくなってくるのと同時に。 政治離れ若者の政治離れが進んでるというそれ一個ずっと同じなんですねこう同じケースをたどってるでこれはまさにあの新聞の役割というのが問われたそれぞれマスコミの役割が問われたあの全あの私プロデュースしたあの新聞記者ドラマもしましたけれどもイコールなわけですよね。したたがががって新聞記者といいうテーマを選んだんだですがぜひ若,い若い人たちが ここの映画をぜひ見てほしいということとうつまり政治,政治離れってのはどうして起きたかというとこれはまあ今あの、まあ、かつてはあのいわゆるプロ市民あるいはプロリベラルみたいなあるいはプロ左翼というかそういう人たちに対する毛嫌いみたいなものあったような気がするんですけども今は逆に言うとあの今の政権というのはあの、えー、新聞を見ない人 見ないように見ないよううにに見見なないいしてるわけですね見ない人を相手にしてる、えー、つまり見てもらっちゃ困るということですから,からそれは明確にもうあの、えー、今の安倍さんの,あの出方っていうのはそういうことですよねつまり政治に新聞も見て欲しくなない <laughs> といととうことなんですですから新聞頑張ってほしいとマスコミ頑張ってほしいというこの2つの映画2つの意味があってエールを送ってると。 新聞記者にエールを送ってると同時に、えー、若い人たちにぜひそうではなくて新聞を見てほしいしぜひともあの、えー、きょ興味持ってほしいでこれはもう監督藤井さん今いませんか藤井さんは全く新聞読んだことないんですよね全くもう私が話したやっと読み始めてしかも政治に全く興味のない。 彼を説得したのはどういうことか？って言ったら、その人達の目でそのその彼の目でどう？これを捉えるかっていうところを実験したかったし、是非とも。それは新しい映画ができるんじゃないかということで、彼をアプローチし、そして彼を説得。したということです。嬉し、はいです。はい、いますはい、ありがとうございます。続いてまいりましょう。質問のある方いらっしゃいますでしょうか？ 素晴らししいい作品ありがとうございました私は今学生であのこの作品を見てすごいいろいろ考えさせられましたしあ,の、まあ、ある種憤りも感じた作品あの憤りも感じたんですけどもあの川村さんにあの質問なんですけれどもあの先ほどもおっしゃっていたようにこの作品こそやっぱり若者にあのそれこそ学生とかに見せるべき映画だなと思ったんですけども私 の周りの学生はやっぱりこういう新聞記者あのこういう作品ってやっぱりそもそも情報を仕入れ あの学生自体が少ないんですねだから知らないままこういう作品っていうのはあ,のある種大人の方たちばっかりにあの見ていただいてあの終わってしまうっていう印象を受けるんですけども何か若者にあのこういう作品を見せるためにやっぱり制作者側からもアプローチを何かしないといけないなっていうのは感じているんですけどもそういう点について何かお考えがあればその若者にそのこういう作品を見せるためにやっぱり制作者側から何かアプローチを仕掛けるっていう点で何かお考えがあれば。 があればあの特にまああの「ボヘミアンラプ・ラプソディ」という映画があってあれが大ヒットしたんですけどもあれはもともと非常に固まりというか中,中年のですねあの、えー、音楽ファンの方が固まって支持しそしてそれが若い人につながっていったっていう。 で若い人は全くあのそあのミュージシャンのことをあんまりよく知らないのに皆さんが熱狂したっていうああいう姿をちょっと浮かべてたいなと思ってしたがってあのこの映画もおそらく最初はあの中年の方がこう、まあ、中高年の方が最初来ると思うんですよね。だけどもそれがですね一つの,、まあ、あの森監督は若い人にもものすごくあの人気ありますんで。 あのそれがだん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 若い人につながっていくうようなあ形に持っていきたいしたがってですねあの今回あの本来はあのこういう映画はあの小さ東京の,あのいわゆる独立系の映画館で一巻で上映してそして随時独立系の映画で広げていくというようなあのパターンなんですけども。 もともとあの「新聞記者」というドラマもそうですけどもこの映画も新宿ピカデリーでやるそれから「丸の内ピカデリー」というですねでっかな映画館でですね <laughs> まああと2週間後にですねおそらく「まあ、丸の内ピカデリー」は閉館するわけですねで新しい映画に入れ替わる最後の作品としてこれをやってみてたいというような映画館の趣旨がありまして。 でまあ、そこで大きく銀座のど真ん中の丸の内ピカデリーそして新宿のど真ん中の新宿ピカデリーでやってそしてどういうあの結果が出るかというのはぜひともです、ね、皆さんあの注視してもらいたいしそしてそこに皆さんお誘いあの皆さん知り合いを誘っていただいてぜひ見るようにしていただきたいなと思っています。あありがとうございますぜひ お友達とか知り合いを誘って、映画館へ行ってください。はい、ありがとうございました。まだまだお話伺ってまいりたかったんですけれども、お時間来てしまいましたので、最後にご挨拶あります。あのえっと、今日はあの、主演、主演というか。森津、森津さんは今日来てないんですけれども。被写体である、あの。大変、あの、えー。いろいろこの映画の。伊藤しおりさんが今日来ていらっしゃいます。ちょっと立っていただいて。 それと、加賀かがゆけさん。ご夫婦。あの、協力していただいてですね。あの、それぞれ、あの、いろいろなことを考えながら。あの、抱えて、そして、やっていただいている、今戦っている方々です。ちょっと拍手をお願いしたいます。 すみません。<laughs> どうも大丈です。ありがとうございます。ではこのままあのフォトセッションのお時間へと移らせていただきます。マスコミの皆様再度ご準備をお願いいたします。撮影タイムにあの少しは情報なんですけれども、本作はですね11月15日金曜日より全国労働省となりますので、ぜひまたあの先ほどのお話にもありましたようにえ知り合いお友達誘っていただいて、また大きなスクリーンでご覧いただければと思います。 お写真大丈夫でしょうか、ありがとうございました。それでは最後にもう一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。森監督からお願いいたします。ちょっと最初の挨拶とダブルんですけど、まあ、これまで何本か映画撮って。一度も東京国際映画祭には呼ばれたことがなくて、まあ。 死ぬまで東京国際映画祭は僕とは縁がない映画祭なんだろうと思ってたので、えー、編集後半の段階で川村プロデューサーが東京国際映画祭で上映するぞと言ってきた時は何タバコと言ってんだろうと思ってたんですけど、まあ、本当に実現して、えー、ま,あまずは東京国際映画祭、まあ、もしくはえーもっと具体的にはプログラムディレクター矢田部さんあとスタッフの皆さんに感謝しますよく,ぞよくぞこの作品をね この映画祭でかけてくれた、えー、普通無理ですよ多分ねと思ったけど、えー、僕自身がまあ無理だろうと思ってたらそれをしっかりと仕事で仕事にしてくれたということで本当に感謝しますありがとうございましたあとあと皆さんどうもありがとうございますありがとうございます川村さんお願いいたしますあのまああの 今日このように東京国際映画祭に出,る出すということは私や今まで映画作ってるけど私も初めてなんですけどあのまあ多くの人に見てもらいたい一心でですね是非ともこの,こ,のこれをきっかけにして全国にですね公開されてあのあそこあの映画の中で頑張ってる被写体の人たち を応援しそして皆さんがあ本当に自分たちの問題であるんだということを本当に考えていただきたいというきっかけになればいいなと思いますのであのぜひとも皆さんよろしくお願いしますありがとうございました以上をもちまして Q&A セッションを終了させていただきますゲストの皆様の退場となります皆様大きな拍手でお送りください森監督川原さんありがとうございました